Hi everyone, my name is Esther. Welcome back to my channel. We're here with episode 3 of Oshinoko. I'm super excited to watch this episode with all of y'all. I can't wait to see what's going to happen between Aqua and Ruby. And the last episode, we saw that Ruby and Aqua, they are attending a performing arts high school, and they met the child actor back when Aqua was in one of the scenes for a movie with Ai, and I'm super, super excited how their relationship is going to be. I don't know, I feel like the child actor, she's going to have a crush on Aqua, or it's gonna be kind of like a rival kind of thing, but we'll see. And as well, Ruby, she is going to be under Strawberry Productions as well. I feel like Ruby is going to be a wonderful, wonderful idol, but I feel like there's gonna be a lot of like hardships along the way, and yeah, we'll just see how it's gonna go. So let us get started with episode 3 of Oshinoko. 前回のあらすじ。芸能家高校を受けたら天才子役と再会した。入るの？うちの芸能家。いや、一般科受けた。なんでよ。うちの妹が芸能家受けて心配だからここ受けただけ。はあ？うちの兄シスコンなの。キモ。私この人昔から好きじゃないのよね。でも受かったら後輩になるんだぞ。うん、そっか。聞こえてんぞ。仕方ないな。仲良くしましょう、ロリ先輩。いびるぞマジで。じゃあ俺監督のところ寄るから。ちょっと。いつまでついてくるんだよ。I feel like she has a crush on Aqua. まだ役者やってるんだよね。いや、もうやってない。そうなんだ。そういうわけだから。え、ちょっと話しようよ。ね、これからカラオケとか行かない？行かねえよ。え、じゃあ。私の家とか？距離の詰め方やばくない？おお、有馬かな。見ないうちにでかくなったな、おい。仕事はしてますよ。そりゃ子役時代に比べたらあれですけど。まあゆっくりしてけよ。監督、親元で寄生虫してたんだ。お前相変わらず大人がねえガキだな。でもいいな。うちは両親が田舎に引っ込んでね。私一人で寮暮らしだから、ご飯もいつもウーバー頼りだし。Oh no。じゃあ金かかるだろう。大丈夫。貯金だけは子役時代の稼ぎで引くほどあるから。クソ憎たらしいな。見たいならこいつ口説いて芝居やらせることだ。へえ、そうくる？やんねえよ。今ね。私がヒロインやってる作品あるんだけど、まだ役者決まってない役あるんだ。偉い人に掛け合ってみようか。やらん。それなんて作品？今日は甘口でっていう少女漫画が原作のドラマ。へえ。今日甘？うん、知ってる？いや、演出かじってる人間で知らねえやつもぐりだろ。著名作じゃねえか。興味ある？だから俺はもう演技しないって。 Come on, convince Aqua! Convince him! のカブラギさんには可愛がられてるから。私フルネームはカブラギマサヤ。そうだけど。あ、愛の残した携帯電話は3台ある。そのうち仕事用とプライベート用の2台にはメンバーや事務所社員のログしか残ってなかった。愛は抜けているようで想像以上に用心深く、本気で俺たちの秘密を守ろうとしていたのが分かった。問題はもう1台の携帯。She had a third phone。 妊娠以前に使っていたものだ。何世代も前の方でダメになってたバッテリーの代わりを探すのは骨が折れたが、パスワード突破の手間に比べたら比較にならなかった。100通り試すのに半日かかった。わお。1000通り試すのに1ヶ月。毎日。
Wow, the dedication. このパスワードにたどり着くまで4 years。その携帯には十数名の芸能関係者の名簿や電話番号が残っていて、その中の一人が。Oh my gosh。冠城まさや。やる。プロデューサーに連絡してくれ。なんで急にやる気に。え、嘘。相手の男も女の子みたいな顔しててさ、可愛いんだよ。あんた、そういう。やってやろうじゃねえか。Oh, she's getting the wrong idea. ただ、多少問題のある現場だから、覚悟はしてね。え、アクアドラマ出るの？なんで言うんだよ。だってあなた自分からは言わないでしょ。所属タレントの広報活動は事務所の仕事よ。ママ言ってたもんね。私は将来アイドルで、アクアは将来役者さんかなって。あの言葉忘れてなかったんだね。もうルピー happy for him。の出番は最終話に出てくる悪役みたいよ。向いてるじゃん。悪い顔してるもんね。うるせえな。ネット局のドラマだから今見れるわよ。見る見る。そんな顔してて楽しいな。なんのよ。まず、猫を追いかけてきたらお前がいたから。何それ。なんだ、笑えば可愛いじゃん。何よ、からかわないで。素直になれよ。おい、お前、俺の女に手を出すな。はあ、なんだてめえ。What is this acting? 二人ともやめて。喧嘩はやめて。今日余ってこんな作品だったっけ。おおむねこんな感じじゃなかったかしら。演出とかはしっかりしてるから見れないことはないけど、なんか原作にいないオリキャラが活躍してるし。できるだけ多くの役者を使いたい制作側の事情ね。うっさいわね。そんなこと言ってたの。死ねよあいつ。相変わらず口悪いなお前。名誉のために言わせてもらうけどね、私ほど演技できる高校生そうそういないから。じゃあどうして今回あんななんだよ。今回のドラマはこれから売りたいモデルをとにかくいっぱい出して、イケメン好きな女性層にリーチする企画なのよ。演技力は二の次。Oh no。 だからこそ演技が売りの私をヒロインに起用してるってわけ。確かにこの作品は企画からして売り手の都合が前に出すぎてる。Oh no。 So they didn't really care about the actors or the acting。 現場に来た時、あの失望した顔はきつかったわ。Oh no。 でも役者や裏方さん、個人個人は精一杯やってて、見てくれる人や原作ファンのために少しでもいい作品にしたい。せめて見れる作品にする。そのためなら下手くそな演技もする。自分の役者としての評価を下げてもか。役者に大事なのってコミュ力よ。さしずめ、今の私は画を通さず作品の品質貢献に努める使いやすい役者。Oh, she's changed。付き合いが長くてね。今回も私がその辺わきまえてるから起用してくれたんだよ。いつの間にか協調性なんか持つようになっちゃって。私大人だから。まあモデルどもと張っても負けない顔の良さもあるだろうけど。役者って自信家しかいねえよな。というわけで撮影は明日、来週オンエアだから。撮影後即編集即納品、本読みすっ飛ばして即リハ即撮影だからよろ。スケジュールも終わってんな。あんたの役の子がごねて降りてリスケになって大変だったの。あんまり美味しい役じゃないから。だからこそあんたをねじ込めたんだけど。ごねて役取って本読みも飛ばし、またこのパターンか。誰にボロクソ言われようとも大根と言われてもいい。お願い、私と一緒にいい作品を作って。あんたとならできると思うの。ダメな企画に演技のできない役者陣だけど、話を聞いてから改めて見ると
脚本と演出は役者に合わせているのがわかる。ダメな演技でも見れる作品にするテクがそこらで使われていることに気づく。裏方は優秀、そしてヒロインはバリバリの実力派。なんかやりようはありそうだな。というわけで挨拶は大事な仕事。ほら、ここはじめまして、いちごプロ所属のアクアと申します。本日はよろしくお願いします。ああ、よろしくね。カブラギマサヤ、星野愛と何らかの関係があった男。俺とルビーの血縁上の父親で、愛の死に関わったかもしれない男。隙を見て DNA 鑑定に回せるものを回収しないとな。俺の役はヒロインにつきまとうストーカーの役。何の因果だろうな。愛を殺したストーカーを俺が演じることは。おー、おのー、よーい、はい。なんかすごい演技を求めてたなら悪いな。そんなこと、まあちっとも期待してなかったといえば嘘になるけど、十分アクアの演技、ずっと努力してきた人の演技って感じがして私は好き。細かいテクが親切で丁寧っていうか、自分のエゴを殺して物語に寄り添ってるっていうか。 She has a crush on him. Definitely a crush.役者やってる私たち以外にはどうでもいいことなのかもしれないけど。変に気を使うなよ。使うわよ、一応これでも座長だし。主演級の仕事なんて私にとっては10年ぶりの大仕事だから、そりゃ頑張るし。確かに最近見ないし、まだ役者続けてたのかって思ったけど。あ、こうやって実力が評価される時期が来たのよ。本当に続けてきてよかったって思った。別にあんたがめちゃくちゃすごい演技しなくったって、この仕事を続けてるって分かっただけで私嬉しかった。こんな前も後ろも真っ暗な世界で一緒にもがいてたやつがいたんだって分かって、それだけで十分。かなちゃんね、使い勝手楽でいいよね。誰にでもいい感じに尻尾振ってくれるから、雑に据えとくにはちょうどいい。有馬かなっていう名前は一応世間に浸透してるし、事務所抜けてフリーになってギャラもただ同然でネームバリュー使えるんだから得したよ。 That's freaking awful。 うるさいのだけ面倒だけどな。こうやって実力が評価される時期が来たのよ。評価なんてされてねえじゃん。世の中そんなもんだぞ、有馬かな。適切な評価なんて与えられる方が稀だ。採取も終わったし、目的は果たしたけど。撮影再開しまーす。せっかくだからめちゃくちゃやって帰るか。Alright, that was episode 3 of Oshinoko, you guys. Oh my goodness. Aqua, I can't wait to see more of his acting in the series. And Kana, I feel like she's going to be such a positive influence on Aqua. And I don't know, like, I feel like she has a huge crush on Aqua. I don't know. But I feel like that Aqua is also going to, like, protect Kana.If by all means, as they like grow closer together, I don't know if they're gonna have like a love relationship, but I hope they do, because I think they're very cute together. I would like ship those two for sure. But yeah, I'm excited.
for episode 4, you guys. I can't wait to see more of Aqua, and I can't wait to see more of Ruby. I wonder how it's going to be for her. But yeah, thank you again, you guys, for watching with me. I will be back with another episode very soon. But yeah, thank you so much. You guys know how to support me. Please like, comment, and subscribe to the channel. And I see you guys in the next one. Bye.